はい、こんばんは。今日は2020年の7月の高2の進研模試です。生徒から頼まれて、解説を頼まれたのが B の7です。読みますね。公比が正の等比数列 AN があり、 A2=6、 A4=54 を満たしていると。また数列 BN の初項から第 N 項までの和を SN とすると、SN=N2乗-2N が成り立つ。この SN って見た瞬間に SN-1 を作ってくださいね。普通はそうです。 SN って見た瞬間に、あ、 SN-1 を作るんやなと、ね、が成り立つ。1番、数列 AN の初項と項比を求めなさいと。2番、 B1 を求めなさい。また数列 BN の一般項 BN を N を用いて表しなさいと。じゃあ1番で AN の一般項が出て、2番で BN が出たら、3番 AN の1の位の数を CN とすると。この時 C の、50を求めよう。またシグマの K が1から50までの BK括弧 CK-4 を求めようと。はい、じゃあいきましょう。あ、じゃあ問題書く人、ちょっとじゃあ30秒ほど置きますので、ちょっと写してください。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、ね、まず1番、A2 が6、A4 が54ですよね。ということは、ちょっと説明がいるけど、初項を A、公比を R とするとって、私書くの忘れたけど、ちょっと書いてくださいね。そしたら AR が6ですよね。A2 が6なんだから。じゃあ A の R3、A×R3 乗が54。でもこれとこれで2割1すれば R2 乗で出てきますね。じゃあ R2 乗が9と。で、R が正っていうんだから R は3と。つまり公比が3ね。で、よってこの R が3をこの1に代入してください。じゃあ A、つまり初項が2と。じゃあ以上、回答は初項が2、公比が3。つまりもう AN は 2×3 の N-1 乗、一般項がね。っていうのが分かると。はい。じゃあこれが1番と。で、2番。B1 を求めるために N が1の時に S1、つまり S1 っていうのは B1 ね。イコール1の2乗引く 2×1 だから、これでマイナス1、B1 がね。で、N が2以上のとき、必ずそれ書いてくださいね。なんでかっていうと、ここに N-1 が出てくるから。さっき言ったように、じゃあ、S の N から S の N-1 を引くと BN ね。じゃあ、これで計算してください。じゃあ、SN がこれ、S の N-1 がこれと。そしたら、計算したら 2N-3 と。で、これは、実は N が1。これ1入れたら、マイナス1。つまり B1 がマイナス1なんだから、これも合ってますね。よって、これとこれ一緒なので、したがって BN は 2N-3 と、一般項ね。はい、じゃあこれは括弧2番です。で、括弧、問題括弧3なんですよね。これね、問題括弧3は C の50までやって、最後のシグマのやつは逃げた方がいいと、得策だったと思うんですけども、じゃあまあ、やりましょう。3番、AN がこれですね。で、A の、まあ、具体的に書くと、N が1のとき、N が2のとき、じゃあ2、6、18、54、162、つまり、3倍、3倍、3倍ね、していくと。で、CN は、実際、1のとき、2のとき入れてみると、2、6、8、4、2、6、8、4になっていきます。CN はね。はい。じゃあ、だから、2、6、8、4、2、2、6、8、4ね。いいかな。じゃあ、よって、50っていうのは、50っていうのは、一応 4×12+2 だから、C の50ってことは、これの2番目ってこと、ね、つまり4個4個だから、4個が12個あって、その後2個だから、ここ、この6。だから C の50っていうのは6ですよ、と。いいかな。はい、で、続いて、次なんですね。で、CN-4 は、一応、これ CN 出てるから、4引いていったら、マイナス2240、マイナス2240。この繰り返しね。CN-4 っていうのは。じゃあ行きます。ここで、
これはね、もう力技でやった方がいいと思います。シグマの K が1から50の BK×CK の引く4か。じゃあ、力技は、つまり K が1の時、K が2の時でやっていった方がいい。じゃあ、K が1の時は、だから B1×C1 引く4。B1-C1-4 が、これね、マイナス2ね。じゃあ、同じように、K が2の時、1×2 ね。K が3の時は 3×4。で、K が4の時は0だから、つまりこれが0になるので、まあ、これは別に書かなくてもいいと。ということでいきますよ。K が1の時、K が2の時、K が3の時、K が4の時、K が5の時、K が6の時、K が7の時っていうふうにやっていくと、これね、だからこの、K が4の倍数の時はもうどうでもいいので、まあ、0だから。こうやっていくと、全部書く必要ないですよ。全部書く必要ないんだけども、カメラに入らない。いきます。そしたら何が言えるか、これ最後ね、K が 49K が50だから、 K が48までは4の倍数で、K が49番目、 K が50番目だから、いつかでここで切ると。でこれ全部足していくんだけども、ちょっとこれちょっと見えるかな、ちょっと私書いてないんですけども、めんどくさいから書いてない。つまりね、何言えるかというと、ここねマイナス1715だから、このマイナス2の横ね、の数は、ここまでで12個あります。ここまで12個ね。で、これが13個目だから、つまり、マイナス1足す7足す15で足す最後95までのマイナス2倍ね。足す、じゃあ、1足す9足す17足す、で、最後97まで書いてかける2と。で、今度、3足す11足す19足す91まででかける4と。これまとめて書くとね、ちょっと見づらくないね。見づらいか。こうやった方がいいか。いい。シグマの、K が1から50までの BK×CK-4。具体的に K が1の時、K が2の時って書いていきました。で、最後 K が50の時ね。で、これまとめて書くと、今言ったように、K が4の倍数の時はどうせ0だから書く必要ないから、K が1とか4とか、それの、和がこれですね。で、K が2とか5とかの時の和がこれ。K が3とか7とかの時の和がこれと。じゃあ、これ計算きちんとやれば、ここっていうのは95を外して、これで12個分だから、端っこ端っこで足して86ですね。つまり86が12個あって、割る2をして最後95を足すと。それにマイナス2をかけてください。で、今度これは、これも同じように1と89足して90、つまり90が12個並ぶので、それを割る2をして97を足す。で、それにかける2をかける。で、今度これは、これ偶数個だから3と94。94が、これ12個あるので、12個あって割る2と。で、かける4と。それを全部や、じゃあこれを、ここのとこは、611×-2 になります。611×-2 ね。で、ここのところは 637×2 になります。で、ここは、これ計算したら2256か。94×12÷2×4 がね。じゃあ、あとはもうこれ計算。これがこれ、これがこれ、これがこれだから、答え2308。2308。これはちょっとめんどくさかったかな。これね、模範解答とか、まあ、生徒は持ってると思うんだけど、模範解答はね、多分見ても分かんないと、まあ、見ても分かんないというか、本番では発想できないと思うので、多分ね。だからまあ、こっちのやり方の方が無難だと思います。もっと言うと、さっき言ったように、カッコ3番は C の50だけ出しておいて、C の50を無難に出しておいて、それで逃げた方が得策だったかなと思います。時間配分としてはね。いいかな。はい。じゃあ、以上になります。